はい、こんにちは。今日はですね、美味しいマッシュルームのソースを2種類紹介しますよ。一つ目はね、ブラウン系のソースです。そしてもう一つはですね、クリーム系のソース。この2つ覚えておくとですね、ステーキなどの肉料理全般と、もちろんお魚料理、そしてね、茹でた野菜、例えばブロッコリーとかカリフラワー、ポテトなどもいいですね。その上にね、さーっとかけて揚げるとね、美味しいです。またパスタソースとしてもね、美味しいですよ。今日はですね、鶏肉のおソテーを使って、2種類のソースをかけてね、作ってみたいと思います。それでは最後までご覧くださいね。はい、それでは材料紹介しますね。こちらがブラウン系のソースの材料ですね。今日はね、ブラウンソースということでですね、こういったブラウンマッシュルームを使いますけども、普通の白いマッシュルームでも問題ないですよ。そしてこちらが玉ねぎのみじん切り、それで赤ワイン、醤油、ミックスハーブ、今日はね、こんなミックスハーブを使ってます。そしてオリーブオイルと薄力粉とニンニク、これはニンニクのみじん切りなんですけどね、オリーブオイルに漬けてありますのでね、ちょっとこんな状態になってますけども、生の普通のみじん切りで大丈夫ですよ。で、こう見てみますとね、赤ワインとか醤油とか、こういったブラウンマッシュルームとかね、こうブラウン色になる要素を含まれている材料が多いですよね。それが特徴ですね。そしてこちらはですね、クリーム系の白いソースの材料ですね。ですから今日は白いマッシュルームを使いますよ。玉ねぎのみじん切り、白ワイン、真っ白なクリームですね。でバターと薄力粉と、こちらもニンニクですね、オイルに漬けたものです。そしてパセリ、パセリはね、最後に細かく刻んで風味をつけるために使います。薄力粉とニンニクと玉ねぎはね、ブラウンマッシュルームと同じ材料ですね。はい、こちらがですね、鶏ガラスープですね。今日はですね、こちらの顆粒のですね、鶏ガラスープの素でですね、作ってます。そしてこのブイヨンをね、クリームとブラウン系のソースに半分ずつ使います。材料は以上です。それではブラウン系のソースから作りますよ。まずマッシュルームをたっぷりの水で洗います。キノコはね、洗うとか洗わないとか、多分皆さんがね、一度ぐらい感じる疑問かと思います。キノコは種類にもよりますけどね。今日はソースに使いますので、私の場合はゴミやホコリがね、気になるので洗って使いたいと思います。ただしマッシュルームの場合は水に触れるとね、劣化が早まるので、使用する直前に洗ってくださいね。サラダとかね、生で食べる場合は洗うと風味が損なわれるので、濡れたキッチンペーパーなどで拭き取った方がいいですね。できるだけ美味しい味を引き出すために薄く切りますよ。そしたら炒めていきますよ。フライパンにオリーブオイルを熱したらね、玉ねぎを加えて、透明になるまで中火の弱で炒めます。はい、透明になりましたね。この辺でニンニクのみじん切りを加えて炒めますよ。ブラウンソースなので、少しぐらい焦げてもね、気にしなくても大丈夫です。ニンニクは焦げやすいのでね、時間差で加えた方がいいと思います。はい、このくらいでいいですね。そしたらここでミックスハーブを加えて、醤油を入れて全体になじませたら、マッシュルームを一気に加えますよ。よく混ぜながら、このまましんなりするまで中火で炒めます。マッシュルームはキノコの中でも一番おいしい旨味を出してくれるので、私の動画の中でも使用頻度が高いですよ。水分が出てきてだいぶしんなりとしてきました。だいぶかさも減ってきましたね。そしたらここで中火に戻してね、薄力粉を加えてルーを作りますよ。この粉がね、ソースにとろみをつけてくれるんですよ。粉気をなくすためにね、よく炒めます。このくらいでいいですね。そしたらまた中火にして、赤ワインを加えてアルコールを飛ばします。こうして加熱するとね、アルコールが勝手に抜けるんですよ。このまま水分がなくなるまで炒めます。今度は鶏ガラスープを加えますよ。全体をよく混ぜたら、蓋をして弱火で10分ぐらい煮ます。はい、10分経ちました。色が落ち着いたブラウンになりましたね。ここで塩と胡椒でね、味を調整します。
大体これでハンバーグにかけるとしたら4人分ぐらいの量ですね。はい、これでねちょうどいい濃度になりました。ちょっと味見てみますね。完璧です。ワインの酸味が効いてね、ちょうどいい味になってますね。このハーブのね、なんとも言えない爽やかな香りがいいです。あ、これじゃあね、これをね別の鍋に移しましょう。ソースに光沢が出てますね。醤油を加えましたけど、今や醤油はね世界的な調味料としてね、フランスの三つ星レストランなどでも使っているんですよ。このソースはね万人受けする味なんですよ。作り方も簡単ですよね。はい、これでブランソースができました。この美味しく作るコツはですね、マッシュルームを入れたら蓋をして弱火でコトコトとね煮ていくんです。そうするとねマッシュルームの味がどん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 出てきますので、美味しいソースができますよ。次はねクリームソースを作りますよ。作り方はねブラウンソースと似てるんですけど、使う材料がちょっと違うんですね。ですからその辺を追って説明しますね。さあ、それじゃあ作りましょう。クリーム系のソースにはねバターを使いますよ。バターが溶けたらブラウンソースと同じようにね玉ねぎから炒めていきます。白いソースなのでね焦がさないように気をつけてくださいね。弱火でじっくりと炒めますよ。時間差でニンニクのみじん切りを加えます。そしてマッシュルームを一気に加えますよ。このような白いソースにはね白くて硬いものを選んでくださいね。白いマッシュルームでも型の下のひだが黒くなっているものを使うとねソースが黒くなってしまいますので、できるだけ避けてくださいね。硬いマッシュルームはね傘が開いてないので中がね黒くなっていないんです。ブラウンソースであればね黒くても全く問題ないですよ。マッシュルームがしんなりするまでね気長に焦がさないように炒めます。だいぶしんなりとしてきました。ここで薄力粉を加えてルーを作りますよ。よく炒めて粉気がなくなったらね白ワインを加えます。そして鶏ガラスープを加えてよく混ぜたら一度沸騰させます。蓋をして、そして弱火にしてね10分煮ますよ。10分経ちました。とろみがついてますね。そしたらクリームを加えますよ。これで白いソースになってきましたね。このまま3分ぐらい煮詰めて適度な濃度をつけます。こんな感じです。この時点でしたらね美味しいマッシュルームスープとしてもいただけますよ。最後に胡椒と塩で味を調整します。ここでは白胡椒を使ってますけどね、黒胡椒を使っても問題ないです。はい、それではですね味見てみますよ。酸味が効いて美味しいですね。ソースってね酸味がないと美味しくないんですよね。でも今日はここに白ワインが入ってますからね、その酸味がとっても効いて美味しいです。もしねお魚料理なんかに使う場合はね、もうちょっと酸味が美味しいですね。その時はねレモン汁を絞ってください。とさらにビリッと締まった味になりますよ。それじゃあねここにあと最後にパセリを加えて完成です。白くて綺麗なソースができました。クリーム系のソースはねクリームが入っている分だけ量が多くなってますね。レシピ通りに作るとねびっくりするほど美味しいソースができますよ。これで2種類のソースができましたね。
そしてこのまま5分ほど置いておくとね、さらに味が染み込みます。この2つのソースを覚えておくとね、洋風系の料理の幅が広がりますよ。それではチキンをソテーして上からソースをかけてみましょうね。このチキンはね、塩コショウをして小麦粉をまぶして焼いてます。まずはブラウン系のソースです。ソースの濃度はね、煮詰めて濃くしたり、水を加えて緩めてお好みの濃度に調整できますよ。はい、そしたら次はね、クリーム系のソースです。たっぷりとソースをかけましょう。こんがりと焼いたチキンにね、このクリームソースは大変よく合いますよ。ステーキの美味しい焼き方っていう動画もアップしていますので、できればそちらもご覧くださいね。はい、いかがでしたか。今日のね、この2種類のマッシュルームのソース、マッシュルームの豊かな風味とね、奥深い味が出てますよ。冷蔵庫に入れておくと4、5日もしますのでね、多めに作っておくのもいいかもしれませんね。パスタソースなんかに最高です。冷蔵庫から出した時はね、ソースがもう固まってますのでね、冷たくて、ちょっと水をさしてあげるとね、滑らかなソースになりますよ。ぜひ皆さん作ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。